これは1日2回飲まれて、ね、朝晩、はい、合成物質アモキシシン、それからモサプリド、まあ消化管機能改善薬、まあ、胃腸の機能を高めると、うん、総合ビタミンとタウリン、まあ、肝臓元気にするアミノ酸、それからブドウとちょっと甘くしてあると、うん、それからあとは免疫力を高めるものですね、プロバイオティクス、お腹の善玉菌、腸環境が良くなって免疫力が上がる、はい、あとアガリクス、はい、アガリクス、はい、キノコです。キノコにはベータグルカン入ってますから、この辺が免疫力を高めると、うん、でも僕らもキノコ食べると風邪ひきにくくなりますよね、うん、こちらは夜、夜は2つ混ぜてください、ね、はい、でこちらには、メロキシカム、まあ、消炎鎮痛剤、消炎鎮痛剤ねと、まあ、こっちにも一応ブドウ糖が入ってますね。でこの消炎鎮痛剤ね、15年ぐらいかな、ニコにも出てきたの。うーん、それ以前はない。へー、だから痛いは痛いですよね。そうですか、そのまんまですよ。でもやっぱりこういうのが出てきてからはやっぱりいいね。へー、すごい気にしなくなってきてる。へー、でもそれでも気にするかはしますけどね。だから1日1回は、まあ2回か、傷を消毒してほしいんですよ、はい、それで朝の夜からいいですか。これは明日の夜、今日の夜じゃなくて朝の夜、うん、今日はもうやっちゃいますから、はい、で、あとこれね、はい、ここに書いてあるけど、クロルヘキシジン、概要ね、はいはい、クロルヘキシジン、うん、で、これね、まあそのままこう、綿につけてさ、ペタペタペタっと消毒してもらってもいいし、うん、これ人間でも使えるんですよ。だから 100cc ぐらいのさ、はい、スプレー容器、はい、100円ショップで買ってきてもらって、はい、でこれを1にして、はい、普通の水道水を9、はい、そうすると10倍希釈になるから、はい、それを作っておいてください、はい、そうするとそれでシュッシュッとやったらやりやすい、うん、確かに、はい、でまあ人間でも傷したら10倍希釈のやつに効果あるからシュッシュッとやってもらえると、からもっと薄めれば1000倍ぐらいに薄めれば口の中もせき取りした後なんか口の中洗うのにも使えますんで、でこれっていうのは手術するときにこう消毒するじゃないですか、うん、経過ってその時に使います。うーん、だから細菌とかカビですね、うん、こういうのを抑えてくれる、うん、まあ抑えてもなくするんですね、うん、で割と昔はねイソジンってよく使ったの、茶色いやつ、はい、今でもうがい薬ありますよね、はいはい、であれはポピドン溶度っていうんですけど、イソジンは、うん、昔はね、ポピドン用途は私もよく出しますから、はい、だけど、これ、もう今これですね。うーん、なんでか、昔からあるんですけど、こっちの方が残留するみたいですね、ポピドン用途で。止まってくれてるんで、まあ拭き取ってもね、うん、シュッシュッとやって拭き取ってもらうわけですけど、それでも残留してくれてるんでね、うん、で、まあこれを使うと、はい、こんだけ出しますね。はい、わかりました。と、あとそう、これ保存は常温でいいんですか。常温でいいです、はい、それから健康チェック表が続きがあるから、まあ食欲ね、はい、食べたグラムがここに書いてありますから、はい、ってことはこれ昨日の夜は朝にかけては食べてないんだよね、はい、でまた点滴しながら注射打ったらちょっと酔っ払って食べてた。あんまり使いたくないんだけど、まあちょっと食べんかったんで、うん、でまだねうんちが出てないんですよ、はい、おしっこはもうたっぷり点滴するから出てるんですけど、だから今日の夜から明日の朝にかけてどんだけ食べた、うん、元気がどうで、うんちしたかな、おしっこしたかな、はい、お家でもし体重が測れないような体重、はい、気がついたこと、はい、観察してください、はい、で変わったことがなければもう1週間後に見せてもらえばいい、だけど変わったことっていうのはいっぱい出たから良くないとかね、うん、が傷、あそこが腫れてきちゃったとかね、うん、そういう時はちょっと相談してほしい、はい、わかりました。じゃあこれは受け付け、あ、それとあともう一個、はい、手術した次の日に、うん、あの血液だけ取らさせてもらいました、はい、で今回がここですね、はい、
そうするとここまでが肝臓系かな、はい、正常ですね、うん、でこのあこれだけちょっと高いかでも、ま、元がこの子448だったからさ、うん、ちょっと下がったって気持ち下がってるね、うん、麻酔かけだけど、うん、がリパーゼ、まあ、膵臓です、うん、いいですね、うん、それからここは肝臓でここが腎臓ね。またこれ正式な用紙が来週来るからその時渡しますけど、はい、腎臓の方の数字は高いんだよねこの子ね。本当だ。元が 2.27 あるんだ。うん、ほんで、ね、ちょっと待って。あそうか間違えました。正常です正常です。11.5 だから正常なんです。うん、ただちょっと低いぐらいだね、うん、低いのは気にしなくていいです、うん、でクリアチンが 0.77、0.54 だから正常ですね、うん、どちらも正常でした、失礼しました、これがクリアチンかなと一瞬思っちゃったんで、うん、大丈夫ですね、はい、それからこの脂質代謝の方ね、コレステロールが160、うん、それから中性脂肪が28、正常にはまってますよね、うん、あとカルシウムもいい、それからリン 7.5 高いですね、うん、でも前が 8.3 だからさ、これでも下がってるんでね、うん、若い子は高いんですよ、リンは。食べ物がね、ちょっと美味しい、美味しいものってリンが高いんですよね。で、まあ、これで避妊去勢後の、ね、はい、ドライフードを1歳までね、はい、やってくださいね、はい、血糖値は正常です。で、白血球数は上がってます。この子にしたら上がってる、まだ正常範囲だけど上がってますね、うん、それは当然切って縫ってはいないけど切ってるからそれで上がります。赤血球の数はちょっと多いぐらいだね、うん、まあそう気にしなくていいですね、うん、この辺ちょっと飛ばして血小板、はい、これが上がりが少ないね、これも増えなきゃいけないんだけどね、うん、43.6 でしょ、43.6万、うん、正常はこれですよね、うん、まあ前は正常、うん、手術したのにかえって減ってる、本当だ、これはね、あのあれなんですよ、レントゲンも出しておいて、そういえば生体反応としては良くない、あ良くない、良くない、普通はだって切ったら出血するから止めようとして増えるのが本当なのが、ちょっと心臓が大きいというのもあるんで、それも関係してるかもしれませんね。から SA は炎症マーカー、もともと正常だったんですね、 3.8 今手術すれば当然上がります、予想以上に高い、すごい高い、すごい高い。次電解質のバランス、そうか、ナトリウムが上がってるんだ、でクロールは正常で、カリウムもだいぶ高いね、うん、だからこれ電解質のバランスが、点滴しながら手術ねしてるんですけど、うん、崩れてるってもちょっとおかしいね、うん、だ糖化アルブミン、まあこれは糖尿病があると分かるんですけど正常です、うん、T4、うん、甲状腺機能亢進症って猫になるんですけど、うん、まあ正常です、うん、がフィラリア、うん、正常です、うん、ということで、うん、この中で一番私が気になるなと思ったのは、うん、この血小板がね、糖素レカダーどこだったっけ、血小板だね、うん、上がりが少ないのはちょっと、うん、ちょっと嫌ですよね、うん、で、レントゲンもそうだ、レントゲンもちょっと胸だけ取ったんですけど、うん、結構大きいんだよ、これがあの麻酔かける前にさ、この間のレントゲンを撮った、あの見てたんですよね、うん、そしたらなんかちょっと大きいなと思ったんで、うん、でもう一回撮り直したんですよ、うん、さ、やっぱこれ普通の子よりも幅広いですよ、1、2割広い、うん、からこの横向きで見てもこの胸骨とこの心臓の接するこの長さ、うん、普通こんなもんなんですよ、うん、3割ぐらい大きいから、ちょっと心臓大きい、心拡大で、猫で心臓大きいっていうとちょっと心筋症って言って心臓の筋肉の症状の症って書くんですけど、うん、そういうのがあるかもしれないですね、うん、もしくは先天的なもの、うんうんうん、長毛腺多いんですよ、へー、そういうのって、だから例えば風邪ひいたら治りにくいとか、なんか病気したら治りにくい、うん、今回でもそうですよ、切った後の傷が治りにくいとかだ、うん、そういうことが起こる可能性があります、だから必ず傷は見てくださいね、はい、わかります、出して、で、カゴは使ってないですね、はい、一回止めます。